マーケット島の東大マーケット島の一マーケット島は、スウェーデンとフィンランドを隔てるボスニア湾の中央に、位置するオーランド諸島とスウェーデンの中間にある、岩礁で、スウェーデンとフィンランドで分割している。標高は2メートル足らず、面積わずか3.3ヘクタールである。島に、フィンランド領の東大があるが、1976年に、自動化されたため、現在は、無人島。 しばしばアマチュア無線の愛好者が島で行進をするために上陸している。フィンランドは12世紀からスウェーデンの俗領だったが、1808年にロシア帝国がスウェーデンを攻撃し、翌年のフレデリクスハムンの和訳でフィンランドはロシアへ割上されることになった。こうしてオーランド諸島とスウェーデン本土との間に国境線が引かれることになり、ちょうど中間にあった。 マーケット島を横切ることになった。具体的に島のどこを国境線が通っているのかは曖昧なのに、ロシアは1885年に東大を建てた。1918年にフィンランドはロシアから独立し、マーケット島の東大はフィンランドが引き継いだが、後に島の中心点を境に、具体的な国境とすることが決まると、東大は中心点よりも、 スウェーデン側に位置していることが問題になった。結局1985年に改めて国境線が引き直され、島のスウェーデンよりにあった東大をフィンランド領にする代わりに、フィンランドよりの同じ面積の土地をスウェーデン領にすることにした。ありがとうございます。